マイナです。今日から君はキャットピープルだ。語尾はニャン。これでいこう。それが復讐のためになるのなら、私は何だって受け入れよう。待て待て待て、本気かい、プロデューサー F。 いくらなんでもニャンは、そのベタすぎやしないか。あざとすぎるっていうか。神ヘスティア、僕たち下界の者には神々の感覚は幾分先進的すぎる。だからぶっちゃけ神がうーわっとなるくらい受けを狙う方がちょうどいいんだ。マジにぶっちゃけたね君。これで人気が出るのなら私は構わないにゃん。君も順応早すぎるな。さすがエルフリンクスのフィルビス・シャリア、あの二人の無茶ぶりに応え続けただけある。元エルフリンクスだがな。おい、プロデューサー F、 一瞬で病んじゃったじゃないか。なんとかしてまえ。メンゴ、ソーマのネタをパクるな。わかればいい。それよりキャットピープルの演技指導を頼む。それでいいのかよ。やはりプロデューサーとしてはこれまでのフィルビス・シャリアとは違った一面を出したい。違った一面。ただ元々のファンのことを考えると、君が培ってきたらしさはそのままに新たな要素を追加するのが賢明だろう。つまりキャットピープル枠担当としてキャラ付けに猫らしさを追加しようと思う。猫らしさ？こびこびアイドルだと見せかけて結構上気質、無垢で無邪気な子だと思いきや、ザーコザーコと攻めてくる、ある種のファンには刺さるキャラ付けだ。だいぶ狭いとこに玉投げに行くな。でも崇拝するタイプの重めのファンは生まれそうだ。押しかぶり同士めっちゃマウント取り合いそうな。私にはお前たちの話を理解することができない。詰まるところ、具体的にどういった言動を取ればいい？そうだな、上気質といっても手当たり次第に高飛車な振る舞いをしても好感度はだだ下がるだけだ。あくまで女王な一面を見せるのは握手会など一対一の時のみだ。私は汚れている。握手会は NG だ。そういうところはしっかりしてるのか。あくまで仮定さ。要は相手に俺に対する時だけ態度が違うと思い込ませるんだ。俺にだけは心を開いていると。ほんと聞きたくないタイプのアイドル講座だな。では実践だ。ここは握手会会場、ブースにファンがやってきた。どうする、マイナです。次の方どうぞにゃん。で、また来たにゃん。握手会の旅、いつも一番を狙ってくるなんて暇人。ふん、まあ下僕にしてやってもいいにゃん。褒めてやるにゃん。え、顔覚えてくれてて嬉しい。ま、それはお前がしつこいからにゃん。勘違いするな。ブラボー、100点。普段のアイドルは演技、実は上気質からのディレイ、パーフェクトだ。だからこの驚異の順応性は何なんだ。前の事務所の影響だろうか。アイドルキャラの勘どころが自然と分かってしまうんだ。
職業病？こんなレッスンをしているとエルフリンクスを思い出すな。思い出したくないというのに。アイドルレッスンをこなせばこなすほどレフィアのことばかり考える。復讐の気持ちばかり燃え上がる。この感情を鎮めるにはやはりライズを潰すしかない。ブレイバー君、もといプロデューサー F、 僕が思うに彼女はぶりっ子キャラとか女王気質キャラとかよりヤンデレキャラが向いてるんじゃない？ありだね。綺麗なレフィーア、私のレフィーア、ごめんなさい、ごめんなさい、こんなに憎くてごめんなさい。